何もしなくても年間120万の利益、海外の不動産王になろうかなと思って。でもみんな結局行き着きたいのは絶対に不動産でケミ収入を得る。日本円はダメだ。ドバイ不動産ツアーを開催しようかと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回も、ドバイからですね、YouTube を撮ってます。今ね3つ僕不動産買ってるんですけど、4つ目をね買おうかなと思って。海外の不動産のいいとこって分割で買えるけど貸せるじゃないですか。僕今まで結構売却しか考えてなかったんですよ。例えばまあ5000万円で買った物件を6000万で売れば1000万の利益じゃないですか。分かりやすくってね、でそういうキャピタルゲインしか考えてなかったんですけど、やっぱレンタルもいいなと思って、はい、結局不動産収入って権利収入じゃないですか。例えばじゃあ分割で買えるとして、はい、まあ、分割実際買えるじゃないですか、うん、まあドバイの銀行からも債務引けますと、はい、引いた時に例えばじゃあ支払いが月10万だけど、はい、レンタル要は賃貸で20万円家賃でもらえるとしたら、はい、結局10万円の利益じゃないですか毎月、はい、何もしなくても。そうですね、まあ、もちろん管理とかあります。多少のこの契約はあるんですけど、はい、基本的にやることないじゃないですか。契約の方も仲介がやるんで、ね、はさめば別にいいわけじゃないですか、はい、で考えると何もしなくても年間120万の利益で10年でまあ1200万の利益ですか、はい、が出るわけじゃないですか。プラスキャピタルゲーム取れるわけじゃないですか、はい、言い方悪くしたら僕がお金払ってないわけじゃないですか。毎月返済もその借りてる人がしてくれて、まあ、でも不動産ってそういうもんなんでね。そういうことです、はい、プラス利益まで毎月もらって、はい、なおかつその人が出た時とかそろそろ売ろうかっていう時は、はい、キャピタルゲームも僕に入ってくるわけじゃないですか。1円も払ってないのにまるまる利益じゃないですか、うん、例えばじゃあ5000万円で買った物件がレンタルして5000万の残債も終わりました。毎月の利益もこっちに入ってきます、はい、じゃあ売ろうかってそろそろ考えたのに、はい、5000万で売れたとしても1円もお金払ってないのに5000万の現金が返ってくるわけじゃないですか、はい、めちゃめちゃでかいじゃないですか、はい、これ面白いなと。日本で僕も不動産いくつか持ってるんですけど、うん、日本でやっぱめちゃくちゃ難しいところがあって、うん、一人で借りれる額って決まってるんです。だいたい年収の3年間の平均の8倍から10倍って言われてるじゃないですか、うん、だから例えば年収3000万の人だと、はい、大体まあ2億4000万から3億円の借り手ができるということじゃないですか、はい、でも日本で2億4000から3億って一瞬なんですよ、はっきり。それなりの物件借りる、はい、そうですね。って考えると利回り的にはめちゃくちゃ悪いなっていう印象がすごくあって、うん、そう考えた時に海外ってめっちゃできるやんと思って、うん、まあ、もちろん利息はあると思うんですけど、はい、あったとしても全然利回りこっちの方がいいなって思うの で、だから僕はもう海外の不動産王になろうかなと思って今頑張ってます。ぜひドバイでも王様になっていただいて、はい、そうですよね、はい、なんでまあ僕の今これ SLS っていう自分僕の住んでるところですね、うん、やってるんですけど、これもレンタルでやったら100万円から120万ぐらい月々取れるわけじゃないですか。取れますね、まあ、最低でもまあ月々100万弱ぐらいは多分取れるじゃないですか、はい、って考えた時に何もしなくても100万入るわけじゃないですか。そうですね、めちゃめちゃでかくないですか。もうそれで他のとこ住んでていただいたら、そうですよ、そうですよ、はい、それで生活できるんで、はい、今日は本題に入ると、まあ、そういったこう不動産のこと今僕もいろいろ勉強したり実際に買ったりとかしたりしてるんですけど、2月16日17日に初のねドバイ不動産ツアーを開催しようかと思ってます。で僕のオンラインサロン生とか顧問契約していただいている会社さんにはもうこの情報流させていただいてます、はい、で先行でもう予約も入ってます。15人から20人かな、数の限定でいうとそんなにいっぱいいても多分回れないと思うので、そうですね、もちろん買わなくていいんで、買いたい人とか興味ある人だけ、見に行くっていう形で、はい、でまあ1日目はこっちでの法人設立だったりの話だとか税金の話だったりとかいろんな話を講演会でやろうと思ってます、はい、もちろんこの若林さんは不動産のプロなんでライセンスもお持ちなんで、はい、そこの話をしてもらおうと思います。で僕は僕のこの海外のメリットのデメリットの話をしようと思ってます、はい、それで2日間にわたってパッケージでやりますんで、はい、ぜひ今言った航空券もね安いと思います。多分15、6万で多分往復でエコノミーやったら超えると思うん で、はい、でホテルは1泊1万円しないんで、うん、この SNS 泊まっても多分ディスカウント効いたんで1人2万5000から3万円ぐらいですよね。そうなりで泊まれるんで、ぜひ皆さんなんか来ていただきたいなと思いますし、本当に海外は暑いと思います。海外のメリットデメリットというところで、もちろんいいとこだけじゃないです、うん、僕はデメリットも発信し続けてるんですけど、はい、ただやっぱ不動産に関してはこれ日本の不動産には申し訳ない。僕もでも日本でも不動産やってますけど、まあ、でも圧倒的に海外に、うん、これ間違いない、間違いなく海外の方がいい、うん、もう簡単やし、はい、やりやすいし、うん、あとやっぱ融通が効く、はい、日本ってやっぱりすっげえ金融機関も厳しいし、うん、投資用マンションでいうとほぼ審査通らないんで、はい、上場会社の大手のサラリーマンが3年4年働いてる人しか通らないです、うん、経営者も通らない、厳しい。でもみんな結局行き着きたいのは絶対に不動産で権利収入を得る、これって絶対行き着きたい先なんです。不動産収入もめちゃくちゃ楽です、自信がない限り。でも海外ってドバイって特に地震ないんで、ないです。雨すら年に3回ぐらいしか降らないんで、自然災害がまず起こらないっていうのが、
まあ、まず不動産投資のメリットだと思うんで、あ、僕はめちゃくちゃいいなと。だからまあ将来的にはドバイとか、まあ、いろんなところで20個とか持って、まあ、1つ10万円の利益が出たとしても、うん、何もしなくても200万円だったりとか、10万円ってことはないと思うんで、はい、もっと取れると思うんで、はい、まあ、20万取れたとしても何もしなくても400万円ですよ、月、はい、めちゃくちゃでかくないですか、年間5000万の利益ですよ、さらにキャピタルゲイン取れるんですよ。だから僕も店舗ビジネスやめようかなと思って店舗ビジネスだっていつも2000万3000万突っ込んで毎月の利益を出してるわけですよ、はい、でも不動産ってそれしなくていいわけですよ、そうです、ね、でも店舗ビジネスはマネジメントだったりとか、いろんな問題がやっぱり集客かかないとかあるわけですよ、うん、特にいいなと思ったのが、はい、まあ、これは僕の話なんですけど、結局ドバイに移住したりする人ってこれからも増えてくるわけじゃないですか、はい、でも日本人っておそらく日本人から物件借りたいと思うんですよ、契約の面倒くささだったりとか、日本語通じるの絶対いいと思うんですよ、はい、周回も日本人で、そうなんですよ、はい、あ、じゃあ辻さんの持ってるマンションを借りようってなると思うんですよ、なると思います、じゃあこれ家賃これぐらいで貸しますよ、はい、平均の値段で貸しますよ、うん、言ったとしても絶対僕から借りた方がいいじゃないですか、そうですね、はい、変な外国人から、まあ、変な借りてトラブルになったり英語分からへん、はい、いきなり出て行ってくるとか、うん、こっちでさらにあるんで、うん、そういう話いっぱい聞くんで、じゃあ絶対日本語を通じる仲介業者、そして日本語が通じる日本人のオーナーから借りた方が絶対いいじゃないですか、はい、例えばじゃあ僕が今年からじゃあドバイにやっぱり住まないってなった時にこの SLS すら貸せるわけですよ、はい、僕から借りた方が絶対いいじゃないですか、はい、私も借りたいです、そうですよね、はい、なんでそれができるなと、はい、うん、だからまあ不動産のオーナー業が簡単にできるなっていうのがすごい一つのメリットだなと思いますし、うん、まあ、不動産で、ね、買えばこっちで銀行口座も開けるんで、それもめちゃくちゃでかいなと思いますね、はい、まあ、しかもディルハム稼げるんで、ね、そうです、これがもう一番ですよ、はい、結局はだって今って日本円下がってるじゃないですか、うん、ディルハムで払ってもらってディルハムで振り込まれて、そのディルハム持っとくだけで、そのディルハム上がったら、はい、それでまた儲かるじゃないですか、そうですね、はい、今だって35円ぐらい36円ぐらいですか、はい、ディルハムがね、ちょっと、一時期だって1ヶ月前、はい、2ヶ月前44円まで上がったんで、上がってました、今買い時ですね、今下がってるんで、今日本人に優しいですね、あの44円の時なんか日本人に厳しかったですから日本円はダメだ、ディルハムがどんどん上がる、はい、最悪だと思ってましたけど、まあ、ディルハムとドルはね紐づいてるんで、はい、極端に下がることもなければ、極端にアホみたいに上がることも今の時点ではないですけど、日本円だけ持っておくんじゃなくてディルハムとかドルとか海外の不動産とかを持つことによって、僕はそれがやっぱり今の海外での一番のメリットだなと、だからまあ海外でこう仕事するのは今は不動産と思いますね、まあこれは考え方によって人それぞれ違うと思いますけど、僕は本当にこの不動産が一番おいしいなと思ってますね、だから僕はこの不動産業をこっちでするより、はい、不動産を買ったお客さんになった方が絶対得と思ってるんで、心からマジで思ってるんで、僕別にこっちで不動産業やろうと思ったらできるんで、ライセンス持ってる人をこう雇ってやれるんで、でもやらない理由は絶対買って貸した方が得やろみたいな、そうですね、そっちの方が絶対に多少のこの支払い力があるならいいだろうって思うんで、ただまあこれが一つ言えるのが、ある程度月々の収入が安定してる人じゃないと海外不動産も買わん方がいいと思います、例えば仮想通貨で一時期に儲かった、投資で一時的に儲かったから不動産いっぱい買う、これやめといた方がいいですね、その収入がなくなった分支払いできなくなるんで、じゃあもちろんその不動産は日本と一緒で没収になるんで、支払いが終わってない限りはもちろん分割になるんで、って考えると絶対に毎月の支払いがしっかりとある、この支出と収入ですか、はい、がちゃんとあってバランス取れないと、これは計算ミスるとよくあるじゃないですか、不動産1個買うと2個3個欲しくなる、この気持ちもちろん分かるんですけど、ちゃんと収入が毎月これぐらいは入るっていうね、ビジネスやってるんで収入があるんで、はい、4つも買ってるだけで、これがなくなれば絶対買ったらダメなんで、そうですね、即売った方がいいね、はいっていうのがあるんで、そこだけは気をつけてほしいなと、まあ、思いますけど、そうですね、経営者とか、まあ、サラリーマンで稼いでる人たちが多分来てくださると思うんで、で頭いい人たちなんで自分の収入とこの支出ぐらい分かってると思うんで、はい、そこはなんかバランスを考えて買うなら買ってほしいなと思います。あとはまあね、今回は離職パーティーとかもね開催するんで、そこでの出会いもすごいいいものになると思いますし、そこの高い人たちが来ると思うんで、はい、あのアルコールも飲み放題にしときましたんで、はい、ドバイはねクソ高いんで、その分ちょっとチケットが高くなっちゃってますけど、そこはちょっとまあお許しください。高いんで本当に日本での感覚で来ないでください。そうですね、はい、チケット購入もね概要欄に貼ってきますんで、ぜひそちらから申し込んでいただければいいと思います。はい、まあ、これがリリースされる頃には半分ぐらいはもう多分僕らのこの最初にリリースしてるのに埋まってると思うんで、一般の方もぜひ来てほしいなと思いますんで、そうですね、ぜひドバイで見ますね。16、17お待ちしてます。また何か質問ある方って何でもいいんでメッセージいただければお答えしたいなと思います。では今日はその2月16、17の報告でした。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。